それでは定刻となりましたので、ただいまから九州旅客鉄道株式会社と南阿蘇鉄道株式会社との肥後大洲立野間における列車の直通運転に関する協定の調印式を始めさせていただきます。調印に先立ちまして、ご出席の皆様をご紹介させていただきます。まず九州旅客鉄道株式会社から代表取締役社長執行役員古宮洋二様。古宮でございます。よろしくお願いします。お願いします。続きまして南阿蘇鉄道株式会社代表取締役社長草村大成。草村でございます。よろしくお願いします。お願いします。続きまして取締役副社長木良誠一でございます。はい、木良でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは調印に移らせていただきます。今回九州旅客鉄道所属線の豊肥本線立野から肥後大洲間に南阿蘇鉄道の乗務員と車両により直通運転を行う列車の直通運転に関する基本協定にサインします。では協定書に双方サインをお願いいたします。それではサインが整いましたので記念撮影を行いたいと存じます。それでは南阿蘇鉄道株式会社代表取締役社長草村大成からご挨拶を申し上げます。はい、改めまして南阿蘇鉄道社長の草村でございます。本日は大変お忙しい中、古宮社長様におかれましてお時間をいただき、ここ JR 九州本社にて列車の直通運転に関する基本協定にサインができたこと、誠に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。大変個人的にも感銘深く、実は平成28年の熊本地震直後の半年後に私の私案としてこの乗り入れ構想を発表させていただきました。その時に多くの JR の当時の職員の皆さんだったり鉄道局の皆さんからですね、上下分離をしっかり県を一緒に入れた形でやること、それと鉄道機動法の改正に向かってやはり私たち政治の現場も動かなければいけないということ、まあ、3つ目が一番大事だったんですけど、やはり将来にわたって持続可能なウィンウィンの環境を作らなければこれは実現できないだろうというところで、復旧工事を行う中にですね、JR 九州の職員さんのアドバイスをたくさんいただきながら今日に至ったわけでございます。本当にありがとうございました。その後に空港アクセスが最近肥後大洲駅に決まったということと、ご承知のように TSMC の熊本への進出、それに伴う国内大手の半導体の産業が現在進出を予定をいたしております。今後肥後大洲駅に関しては一帯が大きく変わる、変貌すると予想できますし、私たちも期待しているところでございます。そういう中で JR さん、もしくは南阿蘇鉄道、要は鉄道会社の特性である輸送力と定時性を生かして今後地域振興につなげていければいいかなというふうに考えているところでございます。最後にこの協定合意に至るまでにご尽力をいただきました
JR の職員の皆様に感謝を申し上げますとともに、引き続きご指導を賜りますことをお願い申し上げまして、ご挨拶と返させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長古宮洋二様からご挨拶をお願いしたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。JR 九州の古宮でございます。本日は南阿蘇鉄道様とですね、直通運転の協定の調印式ということで、草村社長、木下副社長というところをお越しいただきましてありがとうございます。今草村社長からも話ございました。熊本地震の時、私実は総務部長してまして、やっぱり衝撃的ないろんな、風景といいますか被害状況ですね、南阿蘇鉄道さんも被害を受けまして、私も大伊勢向け阿蘇大橋、熊本城ですね、たくさんの被害を受けた中で、私たちのどもの広域本線も、4年5ヶ月後ぐらいかな、4ヶ月後ぐらいに開通しまして、それから阿蘇大橋で、今回南阿蘇鉄道様の、全線開業に合わせてですね、私どもの、線路まで乗り入れるということは、やっぱり熊本地震のまだまだ復興はまだまだかと思いますけど、復興の一つの南阿蘇地区の復興の大きな、もう一歩進んだ復興になるんではないかなと思いますね、思っております。それとも肥後津まで乗り入れということは、ぜひぜひですね、南阿蘇鉄道さんと、成功させたいと思ってますし、先ほど社長からも話がございました通り、保養線沿線、今いろいろ変わりつつあります。熊本空港も変わりますし、またいろんな企業も含めてですね、変わりつつありますので、これを機会にですね、ぜひ阿蘇から、南阿蘇、地区のですね、さらなる成長をですね、私どもと一緒にいろいろできたらというふうに思っているところでございます。まだまだ実際 の, この直通運転開始まで日にちはございますので、それまでに準備を万端に整えてですね、開業の日を迎えようと思いますので、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いいたします。私が以上でございます。ありがとうございました。今日は調印式ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。この町に関してはですね、これができることで、すごい町民の方の利便性が向上すると思います。また高森高校がですね、4月から漫画化もできまして、学生の通勤の便利もですね、利用が増えると思いますので、それで高森町民やそういう利用者に対して一言ありがとうございます。今回の、南阿蘇鉄道さんの全線復旧に合わせてですね、立野から肥後津までの私どもの線路に乗り入れということで、今ありました通り、住民の方々、また新しく高校でも、社長からお伺いしてますけど、新しい 学科といいますか、そういうできる学生様の通学に合わせてより便利になるということはですね、非常に私どもも素晴らしいことだと思いますし、地元の方々にもプラスになるというふうに思っています。先生、これからもですね、いろんな打ち合わせさせていただいて、よりお客様ご利用しやすいようないろんなダイヤ作りとかですね、今後の方針を考えていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。JR 九州との、南阿蘇鉄道のですね、直通運転協定の調印式が終わりました。率直な感想をお願いします。構想から約7年で実現する協定ができたということで、大変感銘深いものです。阿蘇郡、今阿蘇郡市ですけど、約30数年前からですね、市町村会、当時は町村会だったと思います。そして、各自治体の議長会、議長さんたちの議長会で、ずっとこの JR 保肥線への乗り入れというのを要望をずっとしてきたわけでございますが、今回実現するということで、大変ですね、ありがたいなと思います。で、特に28年の12月に再生協議会の前だったと思いますが、私の試案ということでこの肥後大津乗り入れということを打ち出しました。で、その当時はまだ当然村が一番被災が大きくて、うちが少なかったので、鉄道に関しては、私が社長ですから、やらせていただくということで、大きな課題が、3つありまして、1つがやはり復旧をするにあたって、上下分離方式を全国初で、の形として、熊本県も入っていただいた中での上下分離を
国と協議をしなければいけないということ、これはつまり財源の確保になります。それと持続可能な会社に持っていくということ、2つ目が、これがまたですねすごい大変だったんですけど、鉄道機動法の改正をやらない限りなかなか、そもそもの放出線が回復しないんじゃないかと、放出線が、復旧しないのに南阿蘇鉄道だけ復旧してどうするかっていう中で、中松まで出させていただいたので、大変ご批判もですね当時はあったし、非常に強いご意見をですねたくさん南郷谷の住民からいただきました。まあ、しかしながら最終的にこうやって JR の方のご指導のもと、国土交通省のご指導のもと、また何といってもですね、南阿蘇村と高森の両自治体が、一緒になってこの未来志向型創造的な復興というところをの大きな柱として、この肥後大津駅までの乗り入れというところが、実現の協定ができたと、これが将来ですね間違いなく南郷谷が持続可能な地域になるという大きな一つになるのではないかなと思います。で、空港アクセスもそうですけど TSMC もそうですし、特に被災が強い立野地区も今後駅も新しくなりまして、で今後当然復興のシンボルとして、南阿蘇の入り口をしっかり強化もしなければいけないし、始発終点の高森駅もですね強化していくということで、今後村民の方町民の方にですねしっかり周知をしなければいけない、あくまでも、始発と終点は基本的には高森と立野駅だということで、肥後大津までは、新しい形の部分というところなので、しっかりそういうところも含めてですね、皆さんにお伝えできればと思ってます。高森町の皆様こんにちは。南阿蘇村は熊本地震で大きな被害を受けました。関連死を含め31名もの尊い命が奪われというそういう状況の中で、南阿蘇鉄道までは到底手が回らないということで、南鉄の復旧につきましては高森町にお願いをしたという経緯がございます。今年の夏に全線開通を迎えますけれども、これができましたのも高森町長をはじめ関係役場職員の皆様、そして南阿蘇鉄道スタッフの皆様の血のにじむような努力の賜物と深く感謝を申し上げます。また高森町長の悲願ともいえます放肥線への直通乗り入れも同時に実現をいたします。熊本空港との鉄道アクセスが大津町になりますことで、この乗り入れの効果が大きく高まり、両町村の地域の活性化につながることは間違いありません。この南阿蘇鉄道が多くの皆様から愛され親しまれ、また魅力ある鉄道となりますように、高森町そして南阿蘇村力を合わせて頑張りましょう。Thank you.
で、最初これはですね、ここの投げます。あー、出る出る。あ、転がるね、ここちょうどいい。あ、マジで。そしてですね、あの城に城に近づけた方がいいんですよ。で、こうやって投げるでしょ。あー、出る出る。結構転がる。ナイス。城に近い方がいいですね。あー、そうです。今はもう赤が近いでしょ。はい、青です。でも青があんまなくなったらいかんですね。まあ、待ってんですね。難しかったですよね。じゃあ、何でも元気よくつなげてください。でも、元気よくつなげて後ろに近い。したら、次は赤が遠いけん赤になる。はい、2番目の下、赤を投げて信号に近づければいい。近づければいいんです。分かった。線を含んでください。はい、わぁ、上手上手。結構多いですね。ちょうどいい重さだから。おすごい。おぉ、赤を後ろ上げたり、青が近いようですね。はい、赤です。皆さん、ガラスショップですね。いろんなケースが出てくるんで、後ろに近づけて、はい、青を踏まればいいみたいね。はい、赤です。まだ赤です。はい、どうぞ、赤です。はい、赤ですね。まだ青が近い。はい、どうぞ。うん、後ろに近づけなって言って、もう赤ボール、赤ボール投げて。とにかく後ろに近づけるように投げて。座って投げてもいいですよ。はい、座って。はい、そうです。はい、そうです。後ろに近づけてください。後ろに近づけてください。おー、いけるわよ。あー、もうちょいじゃな。はい、赤です。もう頭に入れとくしかない。後ろにあったら。はい、青です。もう青しか残ってないようですね。あんですね、立って見れる人は近くに来てください。赤のボールが、これが一番近いですよね、これが、ね、白にね、うん、したらこの円の中にですね、うん、青が3つ入ってるんですよ。あ、はい、だけこれ 3-0 で青の勝ちです。青の勝ち、ね、3-0 で青の勝ち。よいしょ。そしていろんなケースが出てきますので、何回も召喚と、何回も召喚とですね。選んだらどこでもいいです。はい、すぐ赤を投げてください、続けて。なるべく遠い方が試合が面白い。いや、これ難しいですよ。難しいですね。お、いい、なかなかいい。次は青です。はい、次は青です。ねえ、偉いとしゅんならひざまずいたまま投げていかないかな。ああ、そうそう、相方でやらない方で。そこでな、また、はい、この城に近づけてください。城に近づけてください。おー、上手。おー、ナイスナイス。おー、上手上手。あー、赤の方が近いですね。はい、続けた青の方。はい、青の方、青の方、どうぞ。あら、そして私が狙うのは白。白に近づけ。常に白に近づけてください。で、どういうと難しくなってる、ね。あ、違う。シュ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 。お子さん頑張れ。ああ、なるね、アウトですね。はい、あ、また赤から上げてください。青が近いというんですね。うん、白に近い方で決まる。白に近い。わー、すごい。おー、次青です。
です。これとこれがひっついてます。これ離れてます。2週間に1回体操場所になってますね。いや、体操じゃなくていろいろ、あ、いろいろおしゃべり、おしゃべり、金曜日の10時からですね。金曜日の10時からですよね。疲れました。疲れた。楽しかったですか？そうですね、はい、また呼んでいただければですね、お手伝いをさせていただきますので、よろしくお願いします。いかがだったですか？ちょうどよかったかな。ちょうどよかった。白ボールに近づけて良かったですね。最初は分からなくて、ね、そうですね。みんな最初はですね。今日は無駄。はい。どうぞどうぞ。あの、コメントが来てから自分の6時連なんですよ。あ、はいはい。一番口が長いですね。高森町の皆さん、こんにちは。オクロックの地域おこし協力隊、仏田光です。楠野環奈です。はい、今日はこちら高森町子育て支援センターにお手伝いにやってまいりました。早速行ってみましょう。ゴー。こんにちは。Oh, my God.
こっちゃって感じよね。お父ちゃま。イモムシさんかな。イモムシさんだ。パワー乗るの？これすごい。お父ちゃま。お父様だね。わあ。だだだだ。消してみよう。えら、すごいよ。車さん乗ってるよ。
この人何なの？イエーイ。わー、ダメだった。ダメだ。ダメだ。怖いね。眠くなっちゃった。楽しすぎるから。かわいいね。お、ありがとう。なんだこれは。カタギョシカかな。Thank you.
TPC をご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊情報高森の時間です。今週のゲストですね、住民福祉課の小田千尋さんとお伝えいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、ぜひちょっとご挨拶をお願いしたいんですけども、いいですか。はい、住民福祉課の保健師の小田と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、小田さんも早くも2月中旬ですね、過ぎましたね。はい、今週天皇陛下のお誕生日があるんですけど、なんかやっぱり今までずっとですね、クリスマスの頃に会ってて、2月に、ああそうなんだ、なんかこの祝日があるんだなって不思議な感じしませんか。そうですね、確かに12月にないの、なくて、あ、ないと思うですね、感じだったですね、年末がですね。はい、もう2月ってことで春も近づいてきましたけど、どうですか、なんか春を感じられることありますか。まだやっぱちょっと寒いので、こう春めいたあったかいのはあんまりないかなって感じなんですけど、やっぱ日が暮れる時間が遅くなってきて、夕方明るいので、ちょっとだんだん春が近づいてきたかななんて感じますね。そうですね、もう春になればですね、たくさんまた楽しいですねイベントもありますので、はいですね。じゃあそれではですね、今週の話題に行きたいと思います。今週の週刊情報高森の話題は2件となります。絶品なんですよね。はい、では今からちょっと基本的なお出汁
お教えしますね。基本的な私の引き方、テキストにもあると思います。1番の方は昆布とカツオだしの取り方になりますので今日はしません、はい、2つ目いきます。万能だし、これうどんだしを今日は、ちょっと皆さんの方には、お伝えしていきます。天然のだし昆布、今日は羅臼昆布の天然ものの4等を使ってます。これが 5g です。そして花がつおを 20g、さば削りを 14g、いわし削りを 9g 入れていきます。これはうどん屋さん、新しくうどん屋さんを開店される方々にこのぐらい取られるとめっちゃ美味しいお出汁になりますよっていうところでご提案をさせていただいているお出汁の比率になります。これね、なんで15じゃなくて14なのなんで10じゃなくて9なのって思われるかもしれませんが、美味しいなと思ったのがこれだったのでこれに決まってますけど、もうここは15でも10でも全然構いません。だいたいカツオが多め、イワシが少なめ、それよりも多いのがサバというふうに覚えておいてもらったらいいかなと思います。もともとはこのぐらいの昆布です。大きさもう皆さん分かりますよね。それがこのぐらいの大きさに変わってます、ね、給食でもすごい量の多分昆布を使われると思います、はい、じゃあ一旦取り出します。これね、ちょっと甘辛く炊いて佃煮にしてもらうといいと思います。もう今日はね、先生たちが多いんですのでちゃんと取られると思いますが、まあ、主婦の方はもうこういったザルでいいです。もうめんどくさいのでザルで取ってください。私ももう常にザルで取ってます、まずは 9g を入れていきます。はい、そしてよくガーってする人がいるんですよ。こうやって混ぜる人がいますが、そこまで混ぜません。軽く、ほぐす程度混ぜてください、はい、えぐみが出てくるので沸騰はさせません。でもですね、主婦はね沸騰させるんですよ。子供の面倒を見てたり、なんか洗濯物が出来上がったとか、なんかいろいろね、はい、私もよく沸騰させます。すごい沸騰させる。もう気にしない。カツオを入れられる時には必ず最後でも、イワシ入れようかなって時もあります。もうその時はもう構いません。でももし、こういったようにいろいろね、使われる時にはカツオを最後に取ってた方がいいっていうのだけ覚えておいてください。で、今、カツオを入れたらもうすぐ火を止めてもらって結構です。はい、では出来たてを皆さんの方に飲んでいただきます。はい、じゃあどなたか、すいません、いいですか。はい、もう今回はきれいにだしの分量が揃っているのでとてもお味がいいかと思います。香りを嗅いで飲まれてみてください。いいですね。いかがでしょうか。おかわり自由ですいやいや、おいしいって言ってね、おかわり欲しいという人まれにいらっしゃるんですよ。カメラに向かっていかがですか。炊いて節を作るんですね。ですので塩分が結構含まれてます。だいたい 0.3% から 0.35% ぐらいお出汁になった時に膨らまれますのですごく美味しいです、はい、子どもたちは実はデータを出しました。昆布カツオだけよりも昆布カツオサバイワシ4種類足した方が美味しいと感じてます。これは225名の中学校小学校のお出汁教室に行った時にちょっとだけね、アンケートを取ってもらったんですけど、圧倒的に4種類が美味しいっていうのが子どもたちの評価でした。やっぱり小さい時の味覚っていうのは大人になってきても味覚としてやっぱり記憶が残ってくるんだな。これを美味しいと小さい時に思ったらやっぱずっとそれを美味しいと思ってそれをやっぱり食べてしまう、うん、なので、もしちょっと気になるね、こう食べ物お菓子とかがあるときにはちょっとだけその辺を自分が控えると子供も食べなくなりますので、ちょっとね我慢していただければいいかなと思います。だから和食じゃない別のもので残さないような食事を作っているのが一時期の給食でした、はい、それが少しずつまた和食にちょっとずつメニュー増えていってます。食品の安全は歴史の中にしかありません。先人たちは2000年以上かけて真の富士の考えで風土と向き合い生きる知恵を結集させた和食を親から子へ伝承してきました。現代食は命を育む食なので評価。家庭、学校、企業、行政、つまり
社会全体の取り組みとして和食文化を伝承していくこと、自分の健康維持に役立つ食品を選択できること、まずは私たちが学び、そして次世代に命をいただくことへの感謝と健康的に生き抜く力を伝えていきましょう。なんかこういうことが私は大事なんじゃないかなと思ってお出し教室をさせていただいてます。こういった家庭科の授業っていうのは私たちの生きるっていう、生活していくっていう力を養ってくれます。あなたが健康で素敵な生活ができる知識を教えてくれます。学んだことは知恵となり、将来あなたを助けてくれます。ぜひね、家庭科を楽しめる子どもさんに育ってほしいなというふうに私は、願っています。今日初めて私、出汁を考えてこんな出汁を飲んだことは、飲んでいるかですね、初めてです。いや、あ、こんなに違うんだというのを、分かりましたし、あの日々の食生活が食習慣に変わる、それは子どもたちにとっては親が与えているもの、そういうことをですね、繰り返していく中でこう、やはり一括表示を見なさいって、で選択していいんですよ、でもやっぱりそこは考えて食べなきゃいけないんですよって、それが将来の自分たち、子どもたちはこれから何十年って先生きていく基礎を培っていく体を、やはり自分で考えながら食べていくっていうこともですね、自分たちは子どもたちと一緒に今後も、学んでいかなければいけないんじゃないかなと思いました。ぜひ学校でもできることなので、先生の方でもね、ちょっとこう子どもたち集めてしてもらうのも楽しいと思いますし、家庭科の授業で、あるいは、給食のね、先生たち、主催の例えば食育のね、授業とかもあると思いますので、そういったところに例えばこういった一括表示の見方、あるいは炭水化物の見方、計算の仕方、こういったのもぜひ子どもたちに教えてもらって、でまたこの子どもたちがお父さんお母さんに、いや炭水化物はね糖を表すんだよっていうふうにね、それが家庭での会話になってくれれば、私は今日お話ししたことが少しでもお役に立てれたかなと思います。ぜひ高森町がこれからより健康的な町に、なられますことを祈って、今日はこれで締めくくらせていただきます。本当に今日はありがとうございました。最初の話題はですね、1月24日に行われました健やか部会講演会の様子をご覧いただきました。この講演会ですね、2年に1回行われておりまして、前回ですねコロナの影響で中止となって、久しぶりの開催となったということですけれども、今回お出汁についての講演会でしたが、小田さん、ちょっと健やか委員会について少し詳しく教えていただけますか。はい、健やか委員会は、学校の、先生方だったり、養護教諭、栄養教諭の先生だったり、町の保健師、栄養士だったり、あとは、町内のお医者さん、歯科医師の方、薬剤師の方、あとは各保育園の、園長先生だったりとか、その辺の関係者のですね方々が集まっている部会で、健やか委員会っていうこの名のもとに、お子さんたちの健やかな成長をこうサポートしていけるようにっていうところで集まる会でございます。なんかここはお出汁についてっていうお話でしたけど、どうでしたか。はい、こんな感じでですね、このお出汁を飲みながら味わいながらの会だったんですけど、やっぱその出汁ごとに全然ですね、やっぱ味が違うくて、なんか違うなーっていう実感をですね、こうなんかちょっとした回だったんですけど、美味しくもありためにもなる回だったので、はい、とても私自身も勉強になりましたね。はい、このお出汁を効かせるとなんか塩分とかが減らせるんですかね。そうですね、人の味覚の中にはこの旨味を感じるセンサーがあるんですけども、お出汁はそこにこう旨味にこうアプローチするところらしくてですね、うまみを感じるのは何だったっけな、グルタミン酸とかで、あ、そうです、そうです、その辺をこう感じると、よりその料理に深みが出るとかっていうところで、塩分とかそっちの減塩とかにですねつながっていくので、お出汁を効かせることによってその減塩につながり、健康を守るっていうところで今回ちょっと講演いただいたというところになります。ちょっと今回週間ではですね少しだけなんですけども、一応
サブチャンネルの方で全部はですね講演会の方を流す予定としております。また日程の方はですね詳しく後ほどご連絡すると思います。はい、今後もですね健やか委員会の方からいろいろなお知らせですねあるということなので、ぜひ町からのお知らせなどですねチェックをしておられてください。お願いいたします。反対反対。
こっちからしたらいいじゃん。ここから封印したら、封印したら、ほら。続いての話題になります。1月28日に福岡県大濠公園内のお店で蘭合碑に触れる会が開催された模様になります。ここではですね、蘭合碑を使って風車や飛行機、ネームタグを作る体験会が行われました。蘭合碑はですね、国内唯一の挿し木の品種でして、そのため母木の DNA を受け継ぎまして、まっすぐ丸く強く育ちます。そんな希少なですね、木材を無駄にしないためにですね、端材を利用した3つの製品でワークショップ行われたということです。この素材ですね、蘭合碑の、原木をですね、ちょっとスライスしたもので、はい、されたようですね。このワークショップどうですか、見ていらっしゃって、やってみたくなられましたか？そうですね、このなんかこう木を切るっていうのはこうやっぱ新鮮な感覚かなと思って、それでによって、まあ、おもちゃがですね、出来上がるのはすごく楽しいかなと思いながらですね、まあ、大人もちょっとやってみたくなるようなワークショップだったのかなってところで、ね、そうですよね、はい、多分ヒノキだからすごくいい匂いもしてるんじゃないかな、うんうんね、と思いますね、はい。実はこのワークショップですね、高森駅前の高森観光推進機構でいつでも行えるということです。1回1200円とのことで、ぜひ自分だけの作品ですね、作り上げてみられてください。以上、今週の話題2件お伝えいたしました。続いて、これから2週間の行事予定の紹介になります。主なものになります。2月12日に新市とふるさとの味祭りが始まりまして、毎週末土曜日は、探偵のイベント、日曜日はミニフェアが行われます。詳しくは高森観光協会にお尋ねください。また現在、確定申告の受付を町内の各地区で行っております。こちらも詳しくは町からのお知らせ、またはホームページをご確認ください。3月1日はですね、高森高校の卒業式も行われるということになります。もう卒業式のシーズンになりますね。そうですね、はい。以上、今週ですね、2月18日から3月3日までの行事予定となりました。はい、今週ですね、住民福祉課の小田さんとお送りしております。では小田さんに少しお話を伺ってみたいと思うんですけれども、はい、すいません、では小田さんのですね、今のお仕事の方ちょっと教えていただけますか？はい、私は今住民福祉課の福祉係におりまして、保健師で活動しております。で、今の業務としては母子保健と予防接種の2つありまして、母子保健が、未就学児、学校に上がってないお子さんたちの乳幼児健診だったり、まあ、成長発達を見守る、まあ、相談を受けたりすることと、あとはまあコロナの以外の、高齢者の方でしたら成人肺炎球菌だったり、お子さんでしたら、まあ、BCG とかですね、その辺のお子さんの予防接種の、まあ、お知らせだったりをしているってところです。今ですね、町からのお知らせでも小田さんに出ていただいて、3月末までですかね、そうですね、はい、はい、予防接種とかですね、しっかり受けていただかないと、はい、あれですよね、はい、コロナだったりインフルエンザ、まあ、以外 の病気を予防するという意味での予防接種ですので、ぜひともまだの方はですね、お手元に通知を確認されて、ぜひ受けられてください。はい、ありがとうございます。ちょっ と、小田さんですね、なかなかお会いしできないので、ちょっと詳しく小田さんのこと聞きたいんですけど、はい、詳しくてもあれですけど、小田さんってなんか何をいつも趣味でとかされてますか？趣味はそうですね、まあ、昔から漫画とか、活字とかが好きだったので、今年の目標としてちょっと本を何冊か読みたいなと思ってて、やっぱちょっとスマホで、まあ、漫画読んだりとか、サイト見たりとか、やっぱスマホとこう向き合う時間がちょっと多いかなと思ってたので、ちょっと今年は紙の本をですねと向き合いたいなと思って、今1冊ちょっと早速昨日か一昨日買って準備しております。そうなんですね、はい、なんていう本なんですか？ですね、なんだったかな、米沢ほのぶさんのなんか短編ミステリーが入ってるやつなんですけど、なんかとんでもないどんでん返しがあるみたいな、あったので、帯で買うやつ、あ、そうそう、帯で買うやつで、なんか おすすめされてたので、おっと思ってちょっと
買ってみました。ミステリーとかも好きなんですか？そうですね、好きです、好きです。はい、ミステリーなんか見てるとやっぱりなんか面白いですよね。そうですね、はい、あのワクワクやっぱしますね、ハラハラしたり。漫画もお好きなんですね。そうですね、漫画も、はい、好きですね。昔のものから、まあ、今流行りのものまで結構あのもう今ちょっとあの数は少なくなったんですけど、前は結構家に漫画がありましたね。はい、そうなんですね。はい、私もなんかあの漫画の棚が大量にあります。そうですね、あのいつの間にか増えていきます ね、 ですね、はい、なんかやっぱりちょっとし集めたものはですね、あの捨てることができずにずっと溜まっていくような、はい、でもやっぱりたまに見返すとすごく楽しいですよね。はい、あの長くなれば長くなるほどやっぱ最初の方忘れちゃったりするんで、やっぱり読み返すと面白いですね。はい、ずっと楽しいですね。ありがとうございました。はい、またぜひあの、ね、小田さんあの詳しく聞きたいんですけど、はい、ちょっとお時間があるのでまた教えてください。はい、はい、今週ですね、あの2月22日はですね、にゃんにゃんにゃんということで猫の日と呼ばれております。猫に ちなみましてですね、現在高森町では竹粕散歩11歩目が行われております。スタンプの台紙にですね、酒粕にゃんぽの地図が載っております。各店舗と一緒にですね、にゃん地蔵ですね、にゃん地蔵探してみてください。それでは今週週間情報ですね、住民福祉課の小田千尋さんと一緒にお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週お楽しみください。BBC Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Eyes wide open, always hoping for the sun. 皆さんこんにちは。冬真っ只中とはこういうことを言うんでしょうか。野草園寒い、とにかく寒いです。ということで今日も南阿蘇ビジターセンターの自然大好き工藤さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちが暮らす高森町は、山や草原に一歩踏み入ると目に飛び込んでくるのは綺麗な草花や木々。そんな自然を風光明媚な景色を織り交ぜご紹介していきたいと思います。工藤さん、こんな気温の中ですが植物たちの様子は見ることができるんですか？はい、見ることができますよ。どんな状態で見ることができるんですか？はい、植物たちもですね、この寒い中精一杯ですね、冬の寒さをしのごうといろいろ工夫しています。植物たちも工夫して過ごしているということで、その様子も見られるんですか？はい、きちんと見られますよ。じゃあその様子、今回も工藤さん独自の視点で紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。泉ちゃん、なんであの落葉してるんだと思いますか？はい、する植物と落葉してないのがありますよね。はい、そうですね。ねえ、なんでって考えたことがなかったです。あら、そうですか。その環境に応じて植物たちが生きるために選択していっているんだと思います。今日は常緑樹という大きな括りと落葉樹という大きな括りでちょっと説明したいなと思ってます。うんうん、なんで落葉するかっていうのは、逆に言うと常緑樹を見ればわかると思うんですよ。反対にですね。反対に、うんうん、なので常緑樹の観察から今日は行きたいと思います。はい、はい、お願いします。これなんですけど。これですか？シロダモっていう植物ですね。はい、聞いたことはありました。クタさんがかっこいい。あれ、はい、ひらかん。おお、あっちにヤブニッケイっていうのがあるので、こっちが白玉で、こっちがヤブニッケイっていうやつで、こうすごい元気な葉っぱしてますよね。生き生きしてますね。ねえ、ですごいテカテカっていうキラキラもちょっと見れるし、裏を見てみると
ちょっと白っぽい、白いくなってます。はい。はい。まあ、これがですね、常緑樹でいられる理由でもあるんですよね。このキラキラはですね、はい、この直射日光、紫外線とかから身を守るためとか、あと水分とか雨風とか、まあ、そういうものを守るためにこういう葉の表面をコーティングしてます。へえ、はい、なんかニスでこう塗られたみたいな守る作用があるということですね。はい、これ実は私たちの体の中にも持ってるところがあります。いつみちゃんも持ってるますよ。つやがあってテカテカしたところですか。はい、ツヤがあってテカテカしたところありますかね。これね、あの英語でキューティクルって言うんですよ。髪の毛。はい、あの私たち人間もそういうのを持って髪、まあ髪も荒れないように紫外線から身を守るためにコーティングしてます。へえ、はい、キューティクルってそういう役割があったんですね。そうです。はい、へえ、なんか自分の身も守るためにやっぱりこういう植物も人間も進化しているんですね。はい、この落葉樹とかは剥がれてしまって蒸発しやすいですね。活動も低下していくので作り出すエネルギーよりも出すエネルギーの方が多くなってしまうので、あの身を守る手段もないし、あの歯を落とすという選択をしたんですね。歯をつけている方が自分にとってすごいコストがかかることなんですよ。なので歯を捨てるっていう選択をしたわけです。コスト削減っていうことですね。コスト削減で省エネで動くっていうことを選択したんですね。葉っぱを落とす代わりに樹皮とか根とかに自分の養分を蓄えるっていうことをしてるわけです。常緑樹はその逆で、もう自分はテカテカもしてるし、ロウもついてるので水分も蒸発しにくいし、ここの葉っぱでその養分を蓄えるっていうことを決めたんですよ。タンパク質とかを蓄えてずっと歯をつけてる方が自分にとってはいいっていう選択をしたんですね。はい、なので常緑樹っていう風になったんですね。でこれがあの冬芽っていうところなんですよね。はい、1年分の葉っぱとかが入ってます。え、この中に全部葉っぱが入っているんですか。そうです。次に春に成長するための養分箱に詰まってます。へー、常緑樹は落葉しないって言っても落葉するんですよ。世代交代する。そう、世代交代の春に常緑樹は落葉することが多いです。へえ、落ちるイメージがなかったです。葉が落ちていくんですね。はい、まあ、常緑樹は耐え忍んでこの葉っぱもに栄養を蓄えることができるので、あの芽は作っておいて、でこれが展開し始めると古い葉からどんどんなくしていくんですね。初めて知りました。そうなんですよ。はい、冬芽でもすっごいみんな個性があるので、うんうん、すごく見て楽しいです。慣れてきたらもう冬芽だけでその樹木が特定できるぐらい個性が強いものなので。へ、ね、見極めるポイントになるんですね。そうです、はい、年数が分かるんですよ、この枝一つで。でここが0歳で、次のこのガリンコンってところがあるんですよね。ガリン芽の鱗の跡っていうところがあるんですけど、はあはあはあ、ここがだから1年目ですね。1年でこれだけ飲みましたよっていう、はい、この縁境目がありますね。境目がありますよね。1年でこれだけ飲みました、うん、で次2年目っていう風に数えることができます。このガリンコンをこの目安にして、へ、うん、そういうのも、あ、この枝は何年前のだねとかいうのが分かるようになります。これ英語でジャパニーズシナモンなんですよ。ジャパニーズシナモン、はい、食べられるんですか。違う、あの香りパウダーにしてもらって、はい、パウダーっていうかこのまま香れますよ。葉っぱをちぎれば、うん、あ、すごい、うん、すごい葉っぱで、うん、すごい匂いますよね。すごく近づいたら強烈な匂いがしました、はい、シナモンではないです。なんかちょっとあの青っぽい柑橘系みたいな匂いがします、はい、あ、そういう表現もありますかね。よくアロマンで炊かれる香りみたいな、はい、一応ヤブニッケの精油とかもあるんですよ。へえ、はい、こういう風に用途もあるやそうですね。今度見るのは、まあ、葉っぱが細いタイプの針葉樹
針の、はい、針の方の針葉樹、はい、の杉をちょっと見たいなと思います、はい、杉は葉っぱも落ちないので落葉樹どう違うのかっていうのがあれ見てまた分かると思いますので、はい、花粉症じゃないですか、ゆすみちゃんは。花粉症になりました、去年一昨年ぐらいから。あ、そうなんですか。全くなかったんですけど症状が急に。じゃあ今年怖いですね。怖いです。今見たらすごいなんか粉準備してますね。そうなんですか。杉ってどこが葉っぱだと思いますか。もうこれ全部葉っぱじゃないんですか。そうですね、葉っぱ1枚っていうと1枚はそこのこの細いところの、はい、このそうですそうです、この細い1本が1枚、はい、そうですそうです、はい、大正解です。針葉樹は広葉樹よりもですね前の古い時代に進化してきた植物なんですね、はいはい、なので、まあ、こういう形をしてるって言ってるんですけど、で何のためにこの細くなってるかというとやっぱり雪とか雨とかがつかないように細く長くしてそういう風なのから身を守ってるわけです。気候もですねちゃんとこの細い長い葉っぱにあるんですよ。ちょっと陥没してるところに気候が配列されてるので直接その空気の影響を受けないんですよね。乾燥と寒さが一番の大敵なんですよ。人間もそうですよね、口とかやっぱり喉とか注意しますよね。はい、気をつけます、ね、植物たちも気候がそこの出入り口になっているのでそこをどう守るかっていうのをしているんです。くぼみのところに気候を配列させて空気が直接当たらないようにしているんですね。なのでそこから菌が入ったりとか死にづらい構造になっている。針葉樹だとそういうふうにまた違った工夫をしています。杉のお花が2つあります。杉お花が2つ花まだ咲いてはないですけどね。これですか。そうです、はい、このちっちゃい ちっちゃいのこの3つですか。1、はい、2、3そうです。これは雌花の方ですね。じゃあ花粉症の大敵の花粉のお花はこっちですか。そうです。これが一つ一つお花でこれがパカって開くと約40万個って言われて40万花粉がこの一つの粒で40万個、はい、が出ていくそうです。もうすごい花粉症の方にはすごいゾッとしますね。もともとむずむずするかもしれないですけど、はい、はい、雌花と雄花が同時についてます、はい、ですね。冬をね耐え忍ぶために植物たちはまだ何をしているかというと木の中の成分をちょっと変えてます。そんなことができちゃうんですか。そうです。目に見えるんですか。ですね、このちょっと赤褐色になったような杉が、うんうんうん、こうドライブとかしてると見れると思うんですけど紫外線から身を守るために、はい、直射日光がバーッと当たると、まあ、その成分を出して自分の身を守ってるっていうことをしてます。あっちもね、うん、遠目で見てほら違いますよね。ちょっと違うでしょ。差がこう、はい、濃かったり薄かったり、うん、なのですあれは、まあ、直射日光が当たってああいうロトキサンチンっていう色素の成分があるんですけどそれの影響で色が変わってるって言われてます。こっちの木の冬目はすごい特徴的なんですよ。冬目、はい、冬目おおすごい大きいでしょ。すごい、はい、すごい大きいです。分かりやすかったです。すごい分かりやすい。だからこれ見たらもう土地の木って誰でも分かります。へぇーこの、ね、ツヤツヤ、うん、あ、舐めたら甘くない。甘くない。見たことないから分かんないですけどこれは一応樹脂でこうコーティングされてる。へぇ、はい、ちょっと触ってみてください。そこうわっペタペタ思ったよりもペタペタしてるのかなと思ったんですけど、はい、思った以上に粘着力が強かったです。そうです。結構、はい、結構もうちゃんと綺麗にコーティングされてなんか皮が剥がれそうなぐらい、はい、結構強いですね。もう動物とか鳥とか虫とかにこう冬目をやられないためにこうコーティングしてるんですよ。あと乾燥からも目を守らないといけないのでこういう風にコーティングしてます。でここの葉根っていうんですけどこれ葉っぱがついてた跡なんですよ。へー、はい、
ちょっと点点点点って、そうです、ここの点点点点が、まあ、はい、異観測って覚えてますか、習ったと思うんですけど、習いました、はい、同感と視感がセットになったやつ、はいはい、それの跡が、うん、出てるんですけど、はい、これが側芽って言って、はい、あの側にある芽ですこれも、まあ、あの必要であれば展開していきます。へ、はい、ちょっと手がもうちょっとペタペタペタの感覚がちょっと怪しかったら私の手の感覚合ってるかなと春の代表する木なんですけど、分かりますか？春を代表するといえば桜ですか？そうです、桜の木ですね、はい、これは山桜になります。山桜、はい、山桜はですね、花と葉っぱが一緒に展開するやつですね、植物です。ああ、そっか、ソメイヨシノとも逆ですね。そうです、はい、ちょっ とケバケバした感じありません？あの冬目に、そうですね、ちょっと開いてる、そうそう、開いてる感じですけど、まあ、これがギュッてしまってる冬目だったり、あの毛が生えているものだったり、桜の種類の中でもいろんな冬目があって、それを比較するのもすごく楽しいです。へえ、はい、なんかもうピンクっぽい気がするんですけど、気のせいですか？はい、枝を切って煎じると薄いピンク色が出てくるんですよね。へ、でそれで昔の人は草木染めとかしてたみたいで、桜色に染まります。枝で桜色に染まるんですね。はい、そうですね。なのでピンクっぽい感じがするというのは合ってると思います。はい、素晴らしい着眼点ですね、ですね自分で言うあとですね、これ結構樹皮があの、まあ、薬になるんですよ。木の皮が薬になるんですか？はい、生薬でもあって咳を鎮めたりとか、あの有名な花岡青春が使ってたっていうあの王妃なんですけど、はい、知ってましたあのこれイロハモミジ、イロハモミジ、はい、イロハモミジの冬目はどうなのか相当つきますかね。え、赤い、赤いですよ。で日が当たってる方が赤いんですよ、やっぱり紫外線が当たるからね。裏ひっくり返すとほら緑とか、まあ、ちょっと薄い、面白い、うん、なんか塗り分けたような、そうなんですよ、綺麗に塗り分けたようにこう変化してます。冬目がこれですね、一番てっぺんのこれですね、はい、てっぺん2つです。これが一つ一つ目で、結構例えるなら豚のひづめみたいな感じです、うん、はい、こんな感じで並行して2つこうあるのは面白いですね、はい、イロハモジの種知ってますかね。ほらこれ種も2人で1つなんですよ。へー、そう、右と左で2つあるんですね。そう、はい、2つあるんです。でこれはもう種の時に初めて分かれちゃうんです。こっちみたいにまだ一つしかもうなかったりするじゃない、もうあと相方はどっか行っちゃったんですよ、片方羽、そう、人の旅だって言っちゃったじめちゃん食べたことないかな、ないかな、天ぷらでよく出てきますけどね、レストラン、あるかも、ね、うどですか。あ、もう惜しい、うどもどきって別名があるんですけど、タラの木です。あ、タラの木、タラの芽、タラの芽、はいはい、食べたことありました。トゲトゲがあるのはすごく目印になるんですけど、メダラっていう、はい、あのトゲがない品種もなんかあるみたいなんですよね。間違いやすい山菜もあって、ヤマウルシっていうのがまたあったりするんです、はい、で新芽の時期ってすごくあの芽生えが似てるじゃないですか、みんな、うん、なのでそういうのもなんか見分けるコツを今から教えます。はい、これが葉根の部分、はい、ね、葉っぱの跡ですね、はい、ここがすごい V 字になってたりする、うん、U 字型になったりするのが、まあ、タラの木の特徴なんですね。タラの芽の特徴です。つぶつぶつぶってありますね。 それがすごい特徴なので、うん、ここを覚えとくと山菜で、あ、これ似てるけどどうだろうって思って間違えることはないと思います。やっぱ漆だから肌が荒れちゃったり、まあ、負けちゃう方がいるんですよね。ちゃんと見分けるのが大切ですよね、うん、そうですね、はい、これ前も見ましたか、はい、違います。いや、見てない、あの去年ね全然お花咲かなかったんですよ。あら、何でしょうこれは。これ拳です。うん、うん、よく見ますよね、はい、春のお花として。おお、
と拳の冬芽です、うん、わあ、毛がいっぱい生えてますね。ね、もふもふしてて、もふもふの帽子かぶってるみたいですよね、すごい。でこれがですね、今さっき桜の時に言ったちょっと花芽と葉っぱの芽が分かれてるんですね。このもふもふしてるものがお花の芽、はい、お花の芽になります。でこのしてない方が葉っぱの芽ですか？はい、葉っぱの芽で分けてあのしてるんですね。へー、はい、ガリンって言ってあのちょっと鱗のようなものをこう羽織ってるような形になってる。それがあのモフモフしているので植物によって全然枚数が違います。コナラとかクヌギだったら 20〜30枚来てるんですよね。厚着ですね。すっごい厚着です。へー、はい、葉っぱも、まあ、めくると葉っぱの赤ちゃんが出てきます。こんな感じで、あ、はい、折りたたんで、はい、で入ってますよね。入ってますね。それでね、今日もう春からパッて芽吹いて、うん、またね光合成とかしていっぱいを蓄えて、でそれで冬をその栄養で過ごして、花のここの芽を薬になるんですよ。へえ、はい、こう新意って言います。漢方で見ますね。あ、はいはい、ありますよね、はい、ここがもう開かないうちに採取したところを使うんですね。あのですね、植物たちって結構季節を先読みしてるんですよね。夜の長さであの次の季節の準備をします。へ、これ結構いい香りもすごいするんですよ。へ、あのマグノリアって言って香水であるの知りませんか？聞きます。はい、それの学名がマグノリアなんですよね。うん、わかりますか？すごくいい香りはします。なんかちょっと青臭さが残ってるけど、青っぽいです。これ多分この内側がいい香りがするんですね。あ、なので香水の原料とかにもなったりします。へえ、はい、マグノリアってよく本当に聞くなと思うんですけど、はい、はい、いや寒かったですけど植物確かに生きてるんですね。はい、一生懸命この寒さを耐え忍んでました。本当に頑張ってるなと思ったんですけど、やっぱりこう改めてこう考えさせられたのはこの葉っぱも常緑樹、落葉樹、この違いも考えたことがなくて、それがこの寒さに耐え忍ぶためのこの工夫だったんだなということはすごく納得してびっくりしましたし、はあって思いました。すごく納得できてよかったです。あ、よかったです。じゃあ次に来た時には、今日たくさん木の芽を見せてもらいましたけど、この芽たちも芽吹いてくる頃になるんでしょうか？そうですね、あの草でいうと福寿草が最初に咲くんですけど、うん、木の芽もだんだんですね、あの転ぶように咲いていくと思います。あと三つ股とかですね、うん、はい、あと黒文字とか、はい、あと角端ばみも咲いてる時期かなと思います。徐々に徐々に春っぽくなってくるんですね。はい、はい、そうですね、はい、また彩りが出てくると楽しみですね。はい、はい、じゃあ次回も楽しみにしています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせは、生活環境課から
今週2月19日から25日までのゴミ出し日について、税務課から督促状発送のお知らせ、2月の納期限のお知らせ、確定申告住民税申告受付会場地区割について、2月27日から3月3日まで、阿蘇税務署から確定申告を行う際のポイントについて、建設課から危険ブロック塀等安全確保支援事業について、水道改線届、閉線届、名義変更の届出について、阿蘇砂防事務所から国土交通省九州地方整備局阿蘇砂防事務所の事業紹介、健康推進課から公民館再生パンフレットについて、政策推進課消費生活相談室からのお知らせ、議会事務局から高森町視察報告、福岡県議会議員の南鉄視察、高森町緊急支援給付金の説明、商工業等支援給付金について政策推進課、農林畜産業支援給付金について農林政策課、高森町出身学生支援給付金について教育委員会。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。今週のゴミ出し日についてお知らせいたします。高森式見、上式見地区です。20日月曜日、23日木曜日は可燃ごみになります。24日金曜日は、ペットボトルの日になります。23日が、祝日になりますので、午前中にだいたい収集が終わってしまいます。必ずですね、8時半までに、収集場の方に、ゴミを出していただきますようお願いいたします。草壁、競り口、菅山、長野春、下切、中、八田地区です。20日、月曜日、23日木曜日が可燃ごみになります。こちらの、23日の祝日の方もですね、午前中にだいたい収集が終わってしまいますので、必ずですね、8時半までに、ゴミを出していただきますようお願いいたします。鶴、野尻、奥谷、河原地区です。21日、火曜日は可燃ごみ、22日、水曜日は、不燃ごみほか、24日金曜日は、可燃ごみになります。可燃ごみは、黄色の袋、瓶缶、ペットボトル、衣類は、透明で緑の文字、不燃ごみは青色の袋になります。袋の色も、きっちり守っていただきますようお願いいたします。ごみは、分別して、決められた日に、出しましょう。ごみ出し日や、分別の仕方はホームページや、TPC データ放送でも確認できますので、よろしくお願いいたします。生活環境課からのお知らせでした。TPC をご覧の皆様、こんにちは。税務課収納係の野尻です。収納係より2月に発送させていただきます督促状のお知らせをさせていただきます。今月発送します督促状の対象税金は、町県民税の随1期、国民健康保険税の第9期となっております。督促状が発送された後にお支払いいただく場合は、通常の納付額に督促手数料として100円が加算されますのでご注意ください。また督促状は作成日時点で確認できました納付済みのデータをもとに発送しております。データは各金融機関などで納付後数日経たないと確認が取れないため、納付後にですね、督促状が届くケースもございますので、あらかじめご了承ください。地方税法では督促状を発送しまして10日経過しても納付の確認が取れない場合は差し押さえをしなければならないと定められております。
納付につきましてご相談等ございましたら、税務課収納係までご連絡をください。以上、税務課収納係より2月に発送いたします督促状のお知らせをさせていただきました。早めの納付をよろしくお願いいたします。税務課税務係の重野です。今月の納期限のお知らせです。今月末が納期限の税金は国民健康保険税10期です。口座振替は2月28日火曜日に行います。期限内に納められませんと督促手数料や延滞金が発生する場合がございますので、必ず期限内にお支払いください。お問い合わせは税務課税務係までお願いします。以上で納期限のお知らせを終わります。税務課からのお知らせです。確定申告住民税申告の開示地区割について説明いたします。今回の申告受付の日程はご覧の通りです。会場は2月27日から3月1日までが日下部総合センター、3月2日と3日は法有館となります。受付時間は午前9時から11時までと午後1時から3時までとなっています。受付時間内に必ず受付を済ませてお待ちください。2月27日は午前が日下部地区、午後は菅山地区の方が、2月28日は午前が芹口地区、午後は長野春地区の方が、3月1日は午前が下切地区の方が対象となります。3月2日は午前が鶴地区、午後は河原地区の方が、3月3日は午前が野尻地区、奥谷地区の方が対象となります。3月1日3日の午後は会場移動設営のため担当職員が不在となります。ご了承ください。なお2月28日3月2日は税理士の無料相談も実施されます。青色申告や消費税申告などで相談のある方はこの機会をご利用ください。申告相談時に必要な書類をご案内します。給与・公的年金の源泉徴収票など収入を証明できる書類、還付申告をされる方は本人名義の口座情報がわかるもの、例えば通帳やキャッシュカードなど、農業・営業・不動産収入がある方は出荷・販売証明書や帳簿等、生命保険、地震保険、介護保険料、国民年金等の支払い証明書、マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証等の本人確認書類です。特に確定申告時には、マイナンバー、個人番号が記載された書類が必要ですのでご注意ください。申告受付について、不明な点がありましたら、税務課税務係までお問い合わせください。電話番号は 0967-62-1123 となります。以上、申告受付の開示、地区割についての説明を終わります。建設課住宅係の高崎です。危険ブロック塀等安全確保支援事業についてお知らせします。平成30年6月に大阪府で発生した地震により、通学中の児童などが倒壊したブロック塀の下敷きになり亡くなられるといった痛ましい事件がありました。これを受け、倒壊の恐れのあるブロック塀などの除去に関わる費用の補助が全国的に行われています。なお、補助の対象となるブロック塀などは次の通りとなっております。
通学路または避難路に面しており、路面より基礎部を入れた高さ80センチ以上、塀自体の高さ60センチ以上のもの、町が定める補助交付要項が定める基準により倒壊の危険性があることが判断できるもの、前述の塀を撤去後に新たな塀を建てる場合は構造が安全なものであることが確認できるもの、所有者に徴税などの未納がないものとなっております。補助金対象の是非、補助金額、申請方法などについては必ず建設課、住宅係までご相談ください。以上、危険ブロック塀と安全確保支援事業についてのお知らせでした。建設課水道係から改選届出についてお知らせします。転入や転居などにより水道を新たに使用する際は役場水道係まで来ていただきまして改選の届出が必要です。手続きは野尻草壁領出張所でも可能です。手続きの流れは次の通りです。役場水道係まで来ていただきまして、使用開始届出書に届出人の住所、氏名、連絡先、使用開始する場所の住所、名義人の氏名、水道を開始したい日、料金の支払い方法を記入、認め印で結構ですので押印していただきます。届出は代理の方でも構いません。料金の支払い方法ですが、納付書により支払っていただく方法と口座振替により支払っていただく方法がありますが、口座振替払いを希望される場合は通帳と通帳印も合わせてご持参ください。その後、改選手数料1000円の納付書を発行しますので、改選手数料1000円を支払っていただいて手続きは終了となります。以上、水道係からのお知らせでした。建設課水道係から閉線届出についてお知らせします。転出や転居などにより水道を止める際は役場水道係まで来ていただきまして、閉線の手続きが必要です。この手続きをされませんと水道使用料が発生し続けますので、必ず手続きをお願いいたします。手続きは野尻草壁領出張所でも可能です。手続きの流れは次の通りです。役場水道係まで来ていただきまして、使用廃止届出書に届出人の住所、氏名、連絡先、使用廃止する場所の住所、名義人の氏名、転出先の住所、水道をやめたい日を記入、認め印で結構ですので押印していただきます。届出は代理の方でも構いません。その後、閉線手数料1000円の納付書を発行しますので、閉線手数料1000円を支払っていただいて手続きは終了となります。以上、水道係からのお知らせでした。建設課水道係から名義変更届出についてお知らせします。水道名義人の死亡や代替わりにより水道名義人を変更する際は役場水道係まで来ていただきまして、名義変更の手続きが必要です。手続きは野尻草壁領出張所でも可能です。手続きの流れは次の通りです。役場水道係まで来ていただきまして、
使用者変更届出書に、届出人の住所、氏名、連絡先、水道設置場所の住所、新しい名義人の氏名、今までの名義人の氏名、変更理由、料金の支払い方法を記入。認め印で結構ですので、押印していただきまして、手続きは終了です。届出は代理の方でも構いません。料金の支払い方法ですが、納付書により支払っていただく方法と、口座振替により支払っていただく方法がありますが、口座振替払いを希望される場合は、通帳と通帳印も合わせてご持参ください。以上、水道係からのお知らせでした。TPC をご覧の皆様、こんにちは。国土交通省九州地方整備局阿蘇砂防事務所調査課の大谷と山下です。本日は阿蘇砂防事務所の事業紹介を行いたいと思います。阿蘇砂防事務所は大雨や火山噴火による災害リスクを抱える阿蘇地域において土砂災害防止を目的に砂防堰堤の整備を推進していくため、令和3年4月に熊本市東区に開所いたしました。事業区域は阿蘇カルデラ内の阿蘇市、高森町、南阿蘇村になります。次に阿蘇砂防事務所の組織をご紹介します。阿蘇砂防事務所は総務課、公務課、調査課の3課で業務を進めております。まず総務課では総務や経理のほか用地に関する業務として用地調査や用地協議などを行っています。次に公務課では主に砂防施設の詳細設計や工事に関わる業務を行っています。最後に調査課では砂防施設に関わるさまざまな調査や設計、防災に関する業務を行っております。現在30名で阿蘇地域における砂防施設整備を推進しております。続きまして、これまで阿蘇地域で発生している主な災害についてご説明いたします。阿蘇地域では地域による災害が多く、昭和28年、平成2年、平成24年に土砂災害で甚大な被害を発生しております。特に火山噴火後はわずかな雨でも火山灰が流出し土石流となって被害が拡大する傾向にあります。阿蘇中岳では活発な火山活動が続いており、平成28年そして令和3年に爆発的噴火が発生しました。また平成28年の熊本地震ではご覧いただいております写真のように土石流、地滑り、崖崩れなど多くの土砂災害が発生しており、その後の大雨で阿蘇カルデラ内において新たに土石流も発生しております。さらに山の斜面崩壊も確認されております。この平成28年熊本地震とその後の大雨による崩壊の拡大等を踏まえ、大雨が発生した際に土石流が発生する可能性の高い渓流において砂防堰堤等の設備を行うことで土砂や流木が流出するのを抑制し、集落や国道57号、国道325号、 JR 豊肥線、南阿蘇鉄道等への土砂災害防止軽減することを目的として砂防堰堤などの施設整備を行い、地域の安全性の向上を図る砂防事業を推進しております。次に砂防堰堤の役割についてご説明いたします。砂防堰堤につきまして、阿蘇砂防事務所では透過型砂防堰堤の整備を行っています。透過型砂防堰堤とは、普段は設置前の状況と同じように水や土砂は下流に流れていきます。大雨が降り土石流が発生した場合、大きな岩や流木を補足し下流への流出を防ぎます。上流側に溜まった岩や土砂、流木は次の土石流に備えて取り除きます。次に砂防堰堤の効果事例についてご説明いたします。
こちらは阿蘇市魚市地区になります。赤色で囲われた箇所は砂防堰堤が設置されていないために土石流が下流へ広がっているのが分かります。黄色に囲われた3箇所には砂防堰堤が設置されていることで上流で発生した土石流が下流へ流れずに補足されていきます。右側に拡大して示している写真は平成24年の九州北部豪雨で発生した土砂及び流木を補足した豆札川砂防堰堤の補足前と補足後の写真になります。砂防施設整備以外にも阿蘇砂防事務所では土砂災害防止法により火山噴火が起こり重大な土砂災害の危険が予想される場合緊急調査を行います。緊急調査を行うにあたり火山噴火により火山灰が堆積し降雨による土石流発生が危険が高まるために降灰状況調査や降灰量調査を行います。ご覧いただいている写真は噴火後にヘリコプターによる降灰状況調査と降灰量調査になります。また緊急調査に基づき被害が想定される場合土砂災害緊急情報を関係市町村へ通知します。最後に今後の工事予定についてご説明します。こちらが事業区域図になります。令和4年11月末時点で阿蘇砂防事務所管内では完成した砂防堰堤が4箇所、工事中の砂防堰堤が8箇所になっております。青い四角で示した4箇所が完成している堰堤で、赤い四角で示した8箇所が現在工事中の堰堤となります。高森町においては今後中山川、高森川1、高森川2において順次工事着手予定となっております。工事着手にあたっては再度ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。こちらが現在完成している4箇所の砂防堰堤になります。また本日の内容でご質問等ございましたらご覧のお問い合わせ先までお願いします。本日はありがとうございました。こんにちは、健康推進課介護保険係の大宮司です。本日はですね、公民館再生というですね、こういったパンフレットを制作しましたので、皆様にお知らせしたいというふうに思っております。こちらの事業はですね、令和元年度よりですね、公民館の改修をですね、43箇所行いまして、その模様をですね、取りまとめたパンフレットになっております。ちょっと内容をご紹介したいというふうに思います。まずですね、最初の方にですね、町の取り組みとしてですね、どういった、課題があって取り組んでいるのかというところをですね、ちょっと簡単にご紹介します。皆さんですね、高森町の介護保険料が高いというのはご存知だと思うんですけれども、それに加えてですね、地域のコミュニティである公民館が老朽化しているといった課題がありました。そういったところをですね、解決するためにですね、町としてですね、公民館の改修をですね、補助金を使って取り組むというところでですね、行った事業になっております。こちら、具体的に公民館の改修に加えてですね、改修したところにはですね、テレビとかノートパソコンとかそういったのを整備しております。で、他にもですね、発電機とかですね、あとはボッチャセット、そういったものもですね、整備させていただいております。で、またですね、令和4年にはですね、ボッチャ大会とかですね、あとは、避難フェスですね、そういったものもですね、町として取り組んでおりまして、そういったところをですね、このパンフレットにまとめております。で、次からはですね、各公民館のですね、43箇所ありますけれども、43箇所の一応どういった工事をしたのかとかですね、あとは着工前と着工後の写真とかですね、そういったのをですね、こういった一冊の冊子の方にまとめさせていただきました。こちらですね、令和4年度も実は4箇所ほど工事をしているんですけれども、令和3年度までに一応43箇所やりましたので、そちらを取りまとめた冊子になっております。で、今後ですね、皆さん通いの場とかでですね、いろんな活動をしてもらってですね、ぜひですね、介護予防のために皆さんで取り組んでもらいたいというふうに思っております。この冊子については回覧文書でですね、
すべての世帯に配布させていただきますので、ぜひですね、手に取って見ていただけたらというふうに思っております。以上、健康推進課のお知らせになります。消費生活相談室からのお知らせです。こんにちは、消費生活相談員の平田です。よろしくお願いします。消費生活相談室は役場1階にあり、担当課は政策推進課になります。消費生活相談室では消費契約に関するトラブルの相談などを行っています。相談は毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前9時から午後4時までとなります。どうぞ気楽にご相談ください。また相談室では消費者トラブルの対策に役立つ情報などを定期的に提供する予定にしています。今回は見守り新鮮情報442号、高齢者とその周りの方に気をつけてほしい高齢者トラブル10選を紹介します。その後、その中から高森町で実際に相談を受けた事例を紹介します。見守り新鮮情報、高齢者とその周りの方に気をつけてほしい消費者トラブル10選。1、屋根や外壁、水回りなどの住宅修理。2、保険金で住宅修理できると勧誘する保険金の申請サポート。3、インターネットや電話、電力、ガスの契約切り替え。4、スマホのトラブル。契約内容や操作を確認。5、健康食品や化粧品、医療品などの定期購入。6、パソコンに警告表示、サポート詐欺。7、架空請求、偽メール、偽 SMS、ショートメッセージサービス。8、在宅時の突然の訪問勧誘、電話勧誘。9、不安を煽る同情や行為につけ込む勧誘。10、偽サイトに注意、インターネット通販。これらの被害に遭わないための一言助言としまして、困った時はお住まいの自治体の消費生活相談室などにご相談ください。消費生活センターなどへは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員さんからでも相談することができます。身近な方がトラブルに気づいた場合にはできるだけ早く相談してください。それでは一つ一つの事例について話していきます。高森町で実際にあった消費者トラブル。健康食品や化粧品、医療品などの定期購入トラブル。この事案は高校生が初回だけ特別価格の美容液をお小遣いで買える額だったため、インターネットで購入した。1回だけと思っていたのに再度送られてきて、金額も7000円ぐらいとなっていた。継続購入になっていたことに困り、親に相談し、その後相談室へ相談があったものです。この事案は2回目の商品を送り返すことで一応解決していますが、その後も商品が送られてくるようでしたら未成年者契約取り消しを行う予定にしています。架空請求、偽メール、偽 SMS、 ショートメッセージサービス。携帯電話に宅配便が届いていますが、留守でしたので持ち帰りましたという SMS、 ショートメッセージサービスが届いたという事案で、そこに書かれていた電話番号に電話をしておられますが、その後相談をされ
相手にしなかったので被害はあっていません。相手方に電話をしたり URL を開いて通信したりすると自分の携帯電話が現在使われていることが相手方に分かり、今後他の SMS が送られてきたりすることが予想されます。また携帯電話に1年以上前のアダルトサイトの請求が来た、払わないなら個人情報をバラす、1万円で納めてやると SMS が来たが、そのサイトの利用も課金をする前に中止をされており、架空の利用料を狙った架空請求詐欺と思われます。会費を振り込むようにと文書が届いた。20年以上前に住んでいたところで入会した会費を2年分でいいから振り込むようにという文章と、払わないと裁判手続き開始通知書や振込依頼書が同封された封書が届いた。会員になったのは娘さんで、現在結婚して別の場所に住んでいるが、会員になった頃は高森の住所にしていたため、封書が送られてきたものと思われます。これについては明らかに詐欺が疑われますので、相手にしないようにと相談対応しています。便利でも注意、インターネット通販。インターネットの通販サイトで商品を購入したが届かない。違う商品が届いたので返金、返品をしたいが、サイトと連絡が取れないというものですが、インターネット通販ではクーリングオフはできません。注文する前に返品に関する表示を確認し、相手の所在地や連絡先などの事業者の情報、支払い方法、返品方法などをしっかりと確認しましょう。会社や個人の電話番号が書いてないことがあり、連絡がメールだけの場合があります。その場合は疑ってください。また、連絡方法が0120で始まるフリーダイヤルだと、相手に連絡がなかなかつかないことがあります。できるだけスクリーンショットを保存しておきましょう。また、購入した品物が送られてきたが、一緒に必要のないサプリメントが入っていた。1回分と思い支払ったら、2度目のサプリメントが送られてきたという事案もあっており、相談室から相手会社に電話し、解約しています。不安を煽る同情や好意につけ込む勧誘。この事案については、知らない商品が届いたなどの送りつけ商法と思われる相談があっています。特定商取引法が改定され、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになっています。その他にも、還付金詐欺と思われる電話もあっています。幸い未遂で終わっていますが、お金の話が出るような電話は注意してください。騙されないでください。還付金詐欺などでお金が戻ってくるなどのおいしい話に騙されないでください。電話でお金詐欺、オレオレ詐欺などで今すぐにお金が必要など言って考える時間を与えず、慌てさせる話に騙されないでください。お金を支払う前に必ず誰かに相談することを絶対にしてください。相談室ではどんな相談でも受けています。また、こんな怪しいメールが来た、怪しいハガキが届いたなどの情報提供もよろしくお願いします。相談はいつでもいいですが、役場が休みの日、土曜、日曜、祝日など、
相談担当職員がいない場合があります。このような時、急いでいる時、また役場の電話番号がわからない時など、局番などなく3桁の188いやいやをダイヤルしてください。またおかしな電話があった、おかしなメールが来たなどありましたら、情報としてご連絡をお願いします。高森町の消費生活相談室は、役場代表電話0967-62-1111、内線167となります。どうぞ気楽にご相談ください。よろしくお願いします。議会事務局の篠田です。先日、福岡県議員連盟の皆様が高森町に視察に来られました。その模様をお伝えします。福岡県三田地域活性化対策議員連盟および北九州下関道路促進整備促進福岡県議会議員連盟との合同の灌漑視察として高森町の取り組み状況等をお聞きし、意見交換を行うことにより本県におきます交通政策等の今後の参考とすべく本日お伺いをしたところでございます。今日は議連のですね、先生方のこの阿蘇までお越しいただきまして、また希望感は全く違いますので参考になるかどうか分かりませんが、JR 九州とのですね、長い交渉だったり震災後の交渉の過程については、若干ですね、参考になることがあるのではないかというふうに思っておりますので、お時間を許す限りぜひいろいろですね、お話ができれば幸いでございます。今日わざわざ遠いところから高森市の南越鉄道の視察という勉強会にご協力くださいました。ありがとうございます。まずですね、お手元の表紙青色の関東地震からの南越鉄道の復旧に向けてという資料の方をご覧ください。南越鉄道は、旧国鉄高森線の廃線を受けまして、昭和60年4月1日に、設立した第三セクターの鉄道となっております。コロナ禍等の影響もございまして、45,562人となっております。地震の前からですね、比べるとまだ 20% にも達していないというのが現状となっております。縦の駅から所有間の 4.7 キロを中心に南越鉄道の被害が甚大という状況でございました。平成28年5月11日に緊急取締役会を開催しておりまして、今後の方針を次の通り決定させていただいております。全線復旧に向けた動きとしまして、平成29年の10月にですね、この設立しました再生協議会の方で上下分離方式導入を決定しております。翌月の11月にですね、再生協議会内で災害復旧事業並びに上下分離方式の基本方針に関する確認書に合意をしております。3月の段階で南越鉄道の復旧工事の完了が決定としております。そして4月にはですね、南越鉄道を上下分離方式を運用開始というところで、予定をするところになります。この方式を導入することによりまして、国からの需要が2分の1へかさ上げされるということになりまして、地元の負担減だったりですね、また南越鉄道の持続可能な鉄道の経営とつながるというメリットがあります。まず乗り入れ区間におきましては、JR 高本線の肥後大津駅から立野駅間、乗り入れをする車両におきましては、南越鉄道の車両、 JR 九州との関係、進め方の話をですね、その中で一番私が7年間、やらせていただいた中で感じたのは、いかに JR 九州の負担を軽くすることを先行して、具現化しておくかということが、南阿蘇鉄道の熊本方面の JR 大肥線の乗り入れにつながったと思います。熊本都市圏アクセス30分台構想、
つまりここの始発終点の高森駅からローカル線を使って JR に接続して熊本市までを、まあ、40分以内で、行くんだと、定時制を確保する。ここがチャンスはここしかないということで、まあ、その時にですね、実は一番大変だったのが、当社も被害を受けておりましたが、 JR 九州も JR 高知線が完全に被害を受けて止まってたんですね。JR 高知線を復旧するというところを先に発表していただいたので、南阿蘇鉄道の復旧もつながるというところ、そして同時に乗り入れも非常にウィンウィンの関係が築けたというふうに思っております。僕がこっちにいた頃というのは、この高森線というのは JR がやってたんですよね。でその後廃止になって、で地域鉄道として南阿蘇鉄道が開設された、こういう理解でいいんですか？はい、おっしゃる通りでございます。で我々としては最終的にせっかくメガネ橋を列車が通るというね、写真のスポットだったんですが、BRT という形になって、本当にありがとうございました。実際から次頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん写真を1枚撮ります。撮ります。3、2、1。TPC をご覧の皆さん、こんにちは。政策推進課商工観光係の伊勢里です。本日は高森町緊急支援給付金の中の商工業等支援給付金についてお知らせをいたします。今回の給付金は物価高騰対策として行うところなんですけれども、事業の目的としまして、電力、ガス、食料品等の価格高騰による影響を踏まえまして、町内の各業種の事業所等に速やかに給付金を支給することにより、事業の継続を支援するという目的で行われております。事業の内容としましては、商工業等支援給付金、事業所一つごとに一律10万円を給付する仕組みとなっております。次に対象要件でございますけれども、本町内に本店または本所を有する商工業等事業者で、令和3年の当該事業による売上が50万円以上あることを要件としております。また交付申請時には令和3年分の確定申告書および収支内訳書の写しが必要となりますので、お願いしたいと思います。この給付金はですね、税務申告の取り扱いとしまして、事業収入の雑収入の方に該当いたしますので、課税対象となりますので、お間違いないようにお願いしたいと思います。次に申請受付期間についてお知らせをいたします。申請の受付は令和5年1月5日木曜日から令和5年2月28日の火曜日までということになっております。
申請をいただきまして、振り込みまでに2週間程度を予定しておりますので、ご了承いただきたいと思います。今回の事業に関してのお問い合わせ先は、高森町役場政策推進課商工観光係、電話番号が 62-2913 までお願いいたします。それでは、高森町緊急支援給付金、商工業等支援給付金についてのお知らせを終わります。ありがとうございました。農林政策課から、高森町緊急支援給付金の、農林畜産業支援給付金支援事業についてお伝えします。農林業者の皆様に一律給付を行います。事業の目的は、肥料や飼料等の価格高騰により農林業経営への影響緩和のため支援を行うものです。補助対象者は、農林業者で農林畜産物の令和3年分の販売額が50万円以上ある方で、所得税及び住民税の申告をされている方が対象です。補助金額は、認定農業者に認定された法人は20万円、認定農業者に認定された個人は10万円、認定農業者以外の農業者は5万円、認定新規就農者の方は10万円、林業を経営されている法人は20万円、林業を経営されている個人は10万円となります。認定農業者の方については、令和4年12月1日時点で認定されている方に限ります。また、農業と林業の兼業の方については、いずれか一方のみの対象になります。交付申請に必要な書類は、令和3年分の所得税及び住民税の申告書及び収支内訳書の写しとしております。申請受付期間は、令和5年1月5日から令和5年2月28日までです。お問い合わせ先は、農林政策課農林振興係です。以上、農林政策課から農林畜産業支援給付金支援事業についてお伝えしました。皆さん、こんにちは。高森町教育委員会学校教育係の児玉と申します。本日は高森町緊急支援給付金事業の中の高森町出身学生支援給付金についてご説明差し上げます。本給付金はですね、物価高騰対策としまして高森町出身の学生の方々、例えば高森出身されている大学生や大学院生、それから専門学校生等でございますに対して支援をするものでございます。まず事業の目的としましては、電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響を踏まえ、高森町出身の学生等に対し支援給付金をすることで学生等の負担軽減を図ることを目的としています。事業内容としましては、以下に掲げます対象要件をすべて満たす人に1人当たり一律5万円を給付いたします。対象要件です。こちらの要件をすべて満たす方となります。まず町内出身者で平成19年4月1日以前に生まれた高等学校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の高等部、通信課程は除く各種専修専門学校、高等専門学校、短期大学、高等専門学校、
大学及び大学院に在学している方、次に町外の住民基本台帳に記載されている方、最後に高森町住民基本台帳に記載されている扶養者がいる方となります。扶養者はお父様お母様、父母、祖父母、養母等の親権者、または児童福祉法に規定する里親で、令和4年12月1日現在において高森町の住民基本台帳に記載されている方となっております。また申請に際しましては、在学証明書または在学が確認できるものや、本年度入学した学生さんに関しては合格証明書等が必要となります。申請の受付期間は令和5年1月5日木曜日から令和5年2月28日火曜日までです。お問い合わせ先は高森町教育委員会学校教育係、電話 62-0227 番までお願いいたします。なお本事業は、皆様のご申請をもとに、支給させていただきますので、ご家族それからお知り合いの中で対象かなと思われる方がいらっしゃいましたら、教育委員会まで、お問い合わせをお願いいたします。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、鍼灸師トレーナーの未来です。今月はマット1枚分の広さでできるエクササイズを行っていきたいと思います。で、今回は仰向け、特に仰向けの姿勢でできるようなエクササイズですので、ぜひ皆さんも無理ない範囲でやってみてください。ではまず仰向けになりましょう。お膝は立てた状態でまず仰向けになります。この状態のままゆっくりと左右に両足を倒していってください。腰回り伸びる感じがあると思うので、自分の今日の硬さとかそういったのを感じながら左右にゆっくり倒してください。痛みがある人とか、あ、ちょっとこれより動かすとなんか怖いなっていう人は無理をせずに、できる範囲でいいので左右に倒していってください。ゆっくりと倒します。リラックスして行うことがポイントです。体の力はゆっくり抜きましょう。はい、まっすぐ真ん中に戻していただいたら、そのまま両膝立てた状態で右足を左足に、お尻のストレッチをする時のように4の字になるような形で組みます。で、このまま同じように左右にぐーっと倒していってください。なるべくその時上半
半身こうやって一緒に持っていかれるのではなくて、上半身は床にベタッとつけた状態で、でそのまま右側にぐーっと倒します。そうするとこの今左の側のお尻が少し伸びてる感じがあると思います。反対に左側に倒すと次右側のお尻のストレッチになります。ゆっくりと左右に倒していきましょう。股関節周りも調整するっていうような目的もありますので、まあ、無理なく痛みない範囲でやるのがポイントです。はい、では左右入れ替えましょう。左足を右足にかけて同じように右に倒す、で左のお尻のストレッチ、反対左に倒す、右側のお尻のストレッチ、もう一回右側に倒しましょう。ぐーっと伸ばしてあげて、こっちの方が硬いなーとかこっちの方が痛いなーっていう時は少し長めに伸ばしてあげたりとかしてあげるといいです。反対、もう一回ずついきます。右側にゆっくり倒してぐーっと伸びてる感じを感じましょう。反対左側に倒します。はい、では真ん中に戻していただいて両膝を立てていきましょう。はい、ではこのままちょっと股関節周りとかお腹周り全体的にエクササイズを行っていきます。はい、ではまず両膝を立てたら足の幅は拳、自分の拳一つ分にしてあげてください。足の幅は拳一つ分で、ここのお腹の腰骨ですね、腰骨、お腹の前、おへそのちょうど横あたりぐらいにある腰骨、左右のゴリゴリとした骨と、おへそからゆっくり下にぐーっとお腹を触っていくと、一番下に硬い骨があると思います。これ恥骨って言います。この恥骨と腰骨のこのゴリゴリした骨、これ三角形を体の前で作ってもらって、お腹の前に三角形を置いたら、この三角形が床と平行になるようにしてください。床と平行、そうすると腰と床の隙間、手のひら1枚分入るぐらいの隙間ができると思います。人によって例えば腰がぐーっとよく言われる反り腰、反りすぎてたりとか、逆に後ろにぐーっと背中丸まってる状態ですね、ベターってくっつきすぎてる人は、少し腰と床の隙間が手のひら1枚分ぐらい開くぐらいの余裕を作ってあげてください。はい、それができたら首肩周りは開いてリラックス、顎上がりすぎる人多いので軽く顎は引いてあげてください。この状態、はい、よくニュートラルポジションっていう形で言います。これがスタートのポジションです。このまま楽にしてください。でこの状態のままゆっくりと鼻から大きく息を吸って、息を吐きながら右足を90度に、膝が90度になるところまで上げていきます。このままもう一度鼻から大きく息を吸って、吐きながら反対の足も上げていきましょう。はい、頑張ってくださいね。このままこの足の状態しっかりキープして、腰がこう反ってきたりとか後ろに倒れたりっていう風にしない、手のひら1枚分をキープした状態、ここ付け根結構きついと思います。はい、このまま息を吸って、できる人は息を吐きながら上半身を持ち上げてください。顎は軽く引いた状態、肩甲骨の下あたりが浮くぐらいまで上げていきましょう。はい、ではこの状態で10秒間キープします。きつい人は頭つけてても大丈夫です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK。 はい、ではそのまま上半身を元の位置に戻しましょう。はい、まだ頑張って足を上げておいてくださいね。そのままゆっくりと息を吐きながら右足を下ろす、反対左足を下ろしていきます。はい、結構今のでもお腹周り、お腹の下腹の方ですね、きつい人いると思うので、全然今ので大丈夫です。足こうやって上げたりとか体を起こすって普段も全然やらない人でも、ちょっとずつ
できるようになりますので頑張っていきましょう。はい、少しちょっと動きを入れたいと思います。ではもう一度鼻から大きく息を吸って、息を吐きながら右足左足上げていきます。で、息を吸って吐きながら上半身を持ち上げたら動作に入ります。ゆっくりと右足を自分の方に引きつけて、左足つま先遠くに伸ばして膝を伸ばしていきます。反対入れ替えて、右足を遠くに伸ばす、左足を寄せて、反対左足、交互にゆっくりと動かしていきます。もう一回ずついきましょう。左足伸ばす、右足伸ばしたら元の位置に戻して、上半身を戻す、右足左足の順で戻してください。はい、左右に両足倒しましょう。はい、今お腹周り結構効いてるかと思います。これシングルレッグストレッチっていうエクササイズになります。はい、では次どんどんやっていきますね。はい、またお膝立てた状態、今日仰向けの状態のエクササイズいきますので、このまま膝を立てた状態で少し自分のお尻の方にかかとを寄せてあげてください。足の幅は拳一つ分変わりません。この状態で上半身の位置も変えないように、腰のと床の隙間を手のひら1枚分、この状態のまま顎軽く引いて、一度鼻から大きく息を吸います。吸って吐きながら骨盤後ろにクッと倒します。骨盤を後ろに倒すのは腰を床にグーッとつけるような感じで、そのまま息吐きながらの状態で、お尻から背骨を一本一本床から浮かせていきます。グーッと浮かせていって、膝遠くに伸ばすような形で、肩腰膝が一直線になるところまでグッと持ち上げてください。で、このままもう一度上に行ったら、鼻から大きく息を吸って、吐きながら上、背骨の上の方から順に背中丸めながらでいいので、床につけていきます。ぐーっとつけていってください。腰も少し丸まりながら床についたら、もう一度鼻から大きく息を吸って、吐きながら骨盤を後ろに倒します。腰を床につけて、お尻から順に持ち上げましょう。ぐーっと滑らかにぐーっと持ち上げて、お尻もも裏これ効いてます。鼻から大きく息吸って、吐きながら上から順にぐーっと背中の柔軟性も上がってきます。ぐーっと下ろしていきましょう。よくありがちなやつ、はい、ぐっと持ち上げて下ろす、持ち上げて下ろす、こうではなくて、背骨を丸めたりとか伸ばしたりっていうような柔軟性を出しながら滑らかに動かしていきます。もう一度いきます。鼻から吸って息を吐きながら、もう一度いきます。鼻から息を吸って吐きながら骨盤を後ろに倒します。お尻尾骨から順にぐーっと持ち上げて、膝遠くに伸ばしてあげてください。ぐーっと伸ばします。もう一度息吸って吐きながら上から順に下ろしましょう。あと2回いきます。で、吐きながら骨盤を後ろに倒す、尾骨から順に持ち上げて膝を遠くに伸ばしましょう。吸って吐きながら背中から順に床にぐーっとつけていきます。ラストもう一度吸って吐きながら骨盤を後ろに倒したら、ぐーっとお尻から順にすいません持ち上げていきます。もう一度鼻から息を吸って吐きながら上から順にぐーっと持ち上げていきましょう。はい、では少しちょっと難易度高め、右の膝90度にしてあげてください。はい、ではこのまま同じように吸って吐きながら骨盤後ろに倒したら、ぐっと左足で床をしっかり押して、右のお尻もしっかり持ち上げます。このまま片足で吸って吐きながら上から順に下ろしていきます。3回いきましょう。吸って吐きながら骨盤を後ろに倒す、膝を遠くに伸ばすようなイメージで背骨一本一本床から上げていきます。吸って吐きながら上から順にぐーっと下ろしていきます。ラストもう一度吸って
吐きながら骨盤を後ろに倒す。腰を床につけたらぐーっと尾骨から順に上に上にぐーっと持ち上げていきます。膝は遠く、吸って吐きながら上から順に下ろしていきましょう。はい、左右の足入れ替えます。もう一度吸って吐きながら骨盤後ろに倒して、尾骨から順番にぐーっと持ち上げていきます。吸って吐きながら上から順に背中を床につけていってください。はい、私もちょっと足が伸びたりしますね。このまま90度のまま吸って吐きながら骨盤後ろに倒して、後ろお尻から順に持ち上げます。もも裏お尻効いてます。吸って吐きながらぐーっと下ろしていってください。ラスト、もう一度吸って吐きながら骨盤後ろに倒して、ぐーっと持ち上げていきます。吸って吐きながら戻していきましょう。はい、で両足元の位置に戻します。はい、左右にちょっと足を倒してあげて、結構きついですよね。お尻ちょっと、もも裏足ぐーっと上げてあげて、伸ばしてあげましょう。自分の方にぐーっと4の字で引き寄せてあげるのも一つお尻のストレッチになります。足伸ばしてぐーっと、ももの裏側足かけて、両足膝をぐーっと抱え込んであげてください。で元の位置に戻しましょう。はい、次ロールアップっていうエクササイズを行います。ロールアップと、まあ、ロールダウンですね。背骨を丸めながら動かして、丸めながら戻していく、柔軟性も上げていくエクササイズになります。はい、両手天井方向に向けてバンザイしましょう。でこのまま息を吸いながら両手バンザイしていきます。吐きながらぐーっと手を元の位置に戻したら、天井方向に手が向いたら、そのまま頭から順に上げていきます。でこのまま前にぐーっと、お腹の、ま、前にボールがあるのを、ボールをこう乗り越えていくようなイメージでぐーっと息を吐いて前に出していきます。で吐きながら骨盤、次は腰から順に一個一個床に背骨をつけていきます。息を吸って、吐きながら、はあ、頭からなるべく腹筋でぐーっと起き上がってくるのではなくて、しっかりと背骨を一本一本浮かせていきます。腹筋っていうか、あの膝の足の力でぐっと起き上がらずに、吸って吐きながら腰椎、腰の骨ですね、一個ずつ床につけていってください。吸ってバンザイ、吐きながら頭一つ一つ浮かせていきましょう。そう、このももの裏もストレッチになります。吸って吐いて、ゆっくりと下ろしていきます。ラスト、吸って吐きながらバンザイ、顎を軽く引いて体を持ち上げていきましょう。頑張ってついてきてください。でこのまま吸って吐きながら腰から順に床につけていきます。顎は軽く引いたまま、はい、 OK です。はい、今どちらかというと今日は前面を動かしてますので、ラストちょっとお腹周りストレッチ入れていきたいと思います。うつ伏せになった状態ですね。うつ伏せになって、この状態のまま最初に触った恥骨の方を床にぐーっと押し付けてあげてください。でそのまま体を起こしていきます。でお腹のストレッチ、よくありがちなのが腰ぐだけぐっと反って腰が痛いですよっていうようなストレッチになっちゃうので、恥骨
クーッとこういう風な形で押し付けて、まあ、お尻の穴を締めるような感じですね。でそのまま持ち上げてあげると、まあ、お腹のストレッチにもなります。全然問題ない人はこの状態で伸ばしてあげてもいいので、クーッとストレッチしてあげてください。はい。でそのまま正座の状態になって、クーッと両手を伸ばします。左右に体ゆらゆらっていう風な形で動かしていきましょう。 OK。 皆さん今日のエクササイズはいかがでしたか？お腹周り、お尻とかもも裏っていうのを、まあ、メインでやって使っていくエクササイズを今日は何個か行いました。でこれが全部全てっていうわけではないですけど、でちょっと難しかったりとか体を持ち上げれなかったりとかっていうのが皆さんの課題として出てくると思うので、まあ、少しずつできる範囲でやれるところから一緒にやってみてください。では明日も頑張りましょう。